株式会社クオーレの津久井と美です。40代、50代の女性が輝き続けるための美姿勢ボディメイクプログラムを提供しています。その中の今回はトレーニングの部分をご紹介しています。トレーニングは一つずつご紹介していますので、孤立して一つずつ行っていただいて結構です。まずは10回を目安に作ってありますので、やってみましょう。 辛いようだったらその数を減らしてみたり、楽にできるようだったら数を増やしてみて、そして15回ぐらいやっても大丈夫というふうになったら、セット数を1セット2セットと増やしていくようにしてみましょうですが。ここできるだけ力が入らないように意識をして、こっちのお腹側の方を意識して、ここの筋肉で支えてあげることを意識していきましょう。 えー、しっかりと足の付け根からは90度の状態を保っていくようにしましょう。そのまま反対側も同じように前から行っていきます。これを3回ずつ行ったら反対の後ろから前を右足をやってあげて、そして左足も同じように繰り返していきましょう。はい、そう、背中の方までしっかり動いていくように。はい、8。この腕をですね、 ねじって、横から外に開いていきます。この時に、この手首や肘だけではなくて、肩の関節からもしっかりとねじって開いてくることを意識しながら、10回行っていきたいと思います。では、すると1回ずつの可動域と、この運動量が上がっていくので、これでやってあげても結構です。のでしっかりと足の こう、指の下のあたりのね、腹の部分でしっかりと小指から親指まで全体で踏んであげるように意識をしましょう。それでは、ももの内側と、そして骨盤のところの周りをキュッと締めていく意識をしていきたいと思います。まずは、えー、足を前後に重ね合わせてあげましょう。に、戻す。そう、しっかりと軸足の方の、この足でしっかり踏んであげましょう。